横浜散歩から中華食べ飲み放題大船横浜散歩その3。こんにちは、旅の空です。大船でタヤの洞窟と大船観音を見た後横浜に行きました。前半のお散歩は別に動画にしているので、地下の神秘空間タヤの洞窟と電車から見える巨大な観音、大船観音に行ってきたをご覧ください。横浜駅を降りて中華街までお散歩。見えてきたのは帆船日本丸。日本丸は昭和5年に建造された練習帆船。船員を養成する商船学校のために大型練習船として建造された。約54年間活躍し、地球を 45.4 周分航海し、1万1500名もの実習生を育てた。昭和60年から現役当時のまま保存し、内部の一般公開もされている。通りかかった時間が遅かったので公開時間が終わっていたので残念。水上の遊歩道があったのでそちらを通ってみる。汽車道とある。明治44年に開通した臨港鉄道の一部、約500メートルを利用した海を渡る遊歩道。レールや橋梁が残っている。遠くに見える繁栄系のホテルは横浜グランドインターコンチネンタルホテル。インターコンチネンタルホテルズグループ、日本初進出のホテルとして1991年に誕生しました。以来、海に浮かぶヨットの白い帆をイメージした外観はこの街のシンボルにもなっています、とのこと。隣に見える観覧車は横浜コスモワールドの大観覧車。全高 112.5 メートル、定員480名の世界最大の時計機能付き大観覧車。汽車道に沿って丈夫そうな電線が張ってあるなぁと思っていたんだけど、ここに行った数日後に営業開始したロープウェイでした。横浜エアキャビン、JR 桜木町駅前と新港地区、運河パークとを結び、街を高所から楽しみながら移動できる観光振興施設。全長約1260メートル。片道630メートル。片道1000円。乗りたいけど1000円は高いな。赤レンガ倉庫が見えてきた。明治時代の終わりから大正時代の初めにかけて建設された横浜税関新港埠頭倉庫。赤レンガ倉庫を過ぎると横浜税関の塔が見えてくる。横浜には塔を持つ古い建築が3つあって、それぞれキング、クイーン、ジャックと呼ばれている。横浜3塔の愛称は昭和初期に外国船員がトランプのカードに見立てて呼んだことに由来する。優美な横浜税関はクイーン。イスラム寺院風のエキゾチックなドームが特徴。1934年竣工。
神奈川県庁はキング、五重の塔をイメージさせるスタイルで、昭和初期に流行した定冠様式の走りと言われている。1928年竣工。ジャックの横浜市開港記念会館は今回は映像はなし。この建物もめちゃくちゃ可愛い。海洋会横浜クラブ、商船学校の同窓会組織のようです。奥の茶色い建物、昭和4年に横浜中央電話局の局舎として建てられた建造物。横浜ユーラシア文化館と横浜都市発展記念館が入っている。横浜ユーラシア文化館は東洋学者江上波男の寄贈品が見れると書いてある。江上波男といえば、騎馬民族征服王朝説で一世を風靡した学者さんだ。次に見えてきたのはラ・バンクドロア。現在は結婚式場に使われている銀行建築。1921年にロシア銀行横浜支店として建設され、関東大震災や横浜大空襲にも耐え抜いてきた横浜で唯一現存する外国資本の銀行建築の遺構である。中華街で食べ飲み放題、幸せ。チャーシューメロンパンを友達が買ったので味見させてもらう。ふわふわしていてメロンパンっぽさはあまりないかな。美味しかった。自分には江戸製の豚まん買って帰宅。横浜は古い建物もたくさんあって見どころもいっぱい。またゆっくり行ってみたいです。横浜散歩から中華食べ飲み放題、大船横浜散歩その3、旅の空でした。よかったらチャンネル登録お願いします。